続きいきます。さあ東の方向へ、方角へ行きますけども、おお、なんかまたよりどり緑シーフザク、あ、順番入れ替わってんのね。キャノン死んじゃったから、ね、ちょっと待って、これはさ、こう、いや、待て、こうして、まあタンクも防御でいいわ。チーフザッククラブマラサイ、マラサイか。オッケーオッケー、よし。このクラブマラサイなんか硬そうだからね、素早さアップ、勝てない、やっぱり。硬いね。オッケー、ナイス。もう3回行った、3回行っちゃった。よし、OK、レベルアップだ。なんか魔法覚えないかな。覚えない。並び替えします。並び方、最後、あ、これかな。なんつってたっけ、なんつってたっけな、ちょっと忘れたな。なんとかの街。タンクは防御、アムロ君はこっちね。いいですね。あ、かわされた。いや、3回攻撃して2回かわされてるというね。悲しい。わー、毒なった。お前、毒付与すんのか。なるほど。毒消し確か1個あったと思ったけど。あれか、毒消し持って歩かないとダメってことか。そうだよね。106。わー、経験値が、すごい。タンクだったっけ？違うな。誰だ？アムロかな？あ、銅の剣売るの忘れてた。売るの忘れてたわ。よし。オッケー。さあ、なんつったっけ？なんていう村だったっけ？ハッテ。オッケー。ハッテの村。とりあえずね、銅の剣を売ろう。忘れないうちにちょっとね、売ってアイテム欄を確保しておく。売る。アムロ。銅の剣。これ B ボタンでこれ、退出できないっていうのがちょっとめんどくさいな。よいしょ。さて、じゃあお話伺っていきましょうか。お話伺っていきます。私たちにとってサタン、ガンダムより盗賊の方が恐ろしいですわ。なるほど、盗賊被害に遭ってるってことか。そういうことね。さっきっていうか、もう、まあ、この前の動画の盾奪われたのももしかして盗賊なんかな。かわいそうだが、無事ではいまい。ちょっと誰かのことなんかな、これ。知ってる？村長の娘、一人でオデッサに行ったって。オデッサ作戦。オデッサ作戦のオデッサだよね、多分ね、これ。いいですね。楽しみだね。大都会なんかな、オデッサって。プラウ姫は、ララとかいう魔導士がさらわせたらしいんだ。来たね、ララ。ララスン。私を導いてくれってやつだよね。ララ。いいですね。さて、この方は？東に行くと、ムンゾの村があるんですが、ただ一つの通路が不思議な魔力で塞がれてしまっている。まあ、今んとこ行けないってことだよな。まあ、ここでのトラブル解決したらいけますよってことだと思うんですけど。さあ、宿屋にお客さんはいますね。ちょっとお話伺ってみます。インタビューしていきます。オデッサに行くなら気をつけな。どう気をつけるかはね、教えてほしいんだよね。具体的に。83枚のカード出すの他にスペシャルカードがあるらしいぜ。なるほど。幻の84枚があるわけか。村長の家には変わった塩があるらしい。塩？塩？俺はあの町で持ち金をすっかり取られちまったぜ。持ってかれたのか。まあ、ギャンブル的なことではないとは思いますけどね。この話の流れ的には。盗賊にやられたってことだと思うんですけど。さあ、どうかな、こっち。これは？よそ者は信用できねえ。そっか。誰だお前は。なんだてめえはってか。なんだ爪はってか。
そうです、私が変なおじさんです。村長の家ってどれ、これかな。最近盗賊が多くて村から出れやしない。村の中は大丈夫ってことなのか。これ村長さん、あー住みにくい世の中だ。村長じゃねえなこれな。これは、これがキーパーソンか。僕電車バトルで文通をしているんだ。だけど無事に着いたか心配で。いいですね電車バトルね。あこれかな、これだね多分ね。このまま、あたりを荒らし回っている盗賊のためにここの村長はいつも頭を悩ませている。わかった、任せろ、私に任せろ。うわー村長っぽいこれ。あなたも盗賊の被害に、実はこの村も奴らの悪さに手を焼いておるのです。奴らの親玉は北西にあるオデッサという町にいるのですが、実は私の娘が悪さをやめるように説得すると言って、すげえな、勇敢だな。北西、家を出たまま戻ってこの今度です。私は心配で、旅の方オデッサへ行って様子を見てくださらんか。行ってきましょう。ああありがたい、あおおありがたい、頼みましたぞ。まあ信用できるのかどうのかってのあるけどね、この旅人にねお願いして。オッケー、じゃあ北西のオデッサに行きましょう。よし、こっちね、こっちに割と大きめの町なのかな。シーフザク、そっか、だからシーフザクが出てくるのね。いいねいいね、盗賊ナイフ強いな。あ、逃げた。あ、逃げるってことは、こっちはもうそこそこ強いのかね。どうなんだろう。よし。いや、できれば、一体集中で殴ってほしいところはあるんですけど。ホバー、素早さが10上がった。なるほど。いいね、レベル上がったね。さて。来ましたよ。これでしょ、オデッサ。なんか不穏な音楽が流れてますけど、オデッサの街。もうダンジョンなってるのかな、これ、下手すると。あ、そうでもないな。そうでもないけども。東の通路は俺たちも困ってるんだ。邪悪なものを打ち消す何かがありゃ通れるっていうか、邪悪なものを打ち消す。なんか必要な。アイテムがあるのかな。どうなんでしょうね。誰もいない。空き家だ。ああ、誰かいるな。なんか塞いでるね。あれが、なんだろう、盗賊のお屋敷とかなんかそんな感じ？バトルなるかな、これな。どうですかね。まあ、その可能性もありますよね。ちょっと待って、逃げるなよ。なんだ勝手に上がり込んで、ぶん殴られたいのか。いいですね、戦闘民族ですね。この辺の住人は。ボケ、うろうろすると邪魔だ。ひどい。そんなつもりないのに。親父にもぶたれたことないのに。さあ、武器だ。武器よこせ、こら。いい武器をごぜ。はい、買う。裏切りの剣3600だけ。ようやく必死こいて、鋼の剣、買ったのに。鋼の剣買ったのに。もうこれかい。もう次の街で。ねえ、インフレって恐ろしいですね、これね。フラウ姫って、の俺も見たけど結構可愛かったぜ。なるほど、まあ姫だからね、姫ですからね。フラウとお姫様が東の通路に囚われているとか。あー、もう助けられるのかな。じゃあ、いやいや、まだまだだよね。そっからまたなんか移動させられてるとか、そんな感じだと思うけど。
なかなか街広いね。そういや最近すごい盾を手に入れたって言ってたっけ？誰が言ってたの？そこを聞きたい。それ以上は教えてくれないのか。はい。ちょ。なかなかこれ、あれだよな、大変だよな、これ。お頭は今でこそ盗賊だが、昔は立派な戦士だった。おぉ。なるほど。味方につけりゃ強いかな。あー、なんかいっぱいいるな。たむろしてますね。こういう不良いたよな、昔な。あれ、なも、あれ、お姫様か？違う？おい。待て。囲め。うちの裏でよく娘の悲鳴が聞こえるんだ。あ、あれか。村長さんの娘さんか、多分。まあ、そこ行けばいいんだろうけど、この真ん中の建物もちょっと気になるんで、すぐには助けに行かない。すぐには行かないです。わー、くそ。なんかこれうまくどうにかならんかな。あの、話しかけようとしたら移動されるっていう。もっとでかい仕事して、早くもっとでかい家を建てるんだ。はい、素晴らしいと思います。素晴らしい目標だと思います。はい、わあ、これですよ。よいしょ。見かけない顔だが新入りかい。もう完全に盗賊が幅利かせちゃってるんですね、この街は。っていうか、もうみんな盗賊って感じなんかな。ちょっとこの辺も見ていきますけど、俺たちは盗みがお仕事よ。なるほど。あー、そういうことね。やっぱそうか。完全に盗賊の町で、真ん中がお頭のお屋敷だと。で、町の外れで、村長さんの娘さんが絡まれている。今ここっていう感じだよね。はい、誰もいない。どっちから行く？村長さんの娘さんから行くか、それともちょっとこっちアクセスしてみます。ここはお頭の家だ。お前のような神話は通すわけにはいかんな。まあ当然よね。じゃあこっちだ。さあ行こう。助けようぜ。やめろ。助けに来たぜ。あっちに行ってな、怪我するぜ。みんな同じセリフかな。引っ込んでな。あっちに行ってな、怪我するぜ。同じセリフだ。助けに来ましたよ。お願いです、助けてください。この人たち突然襲ってきて。私に任せなさい。ちょっと懲らしめてやりますよ。オッケー、行こう。なんだと、てめえ死にたいのか。てめえら何騒いでやがんだ。あ、お頭、またちょうどいいタイミングでお頭が来るのかな。黒い三連星来たね。いいですね。どうしたんだお頭、変な野郎が。何、あ、お前はまた会ったな。やはりボスはお前だったのか。娘と力の盾は返してもらうぞ。そうはいくか。わっ、いいですね、黒い三連星、これいいね。あ、でもあれか、三人だけど一人一体っていうあれなんだ、くくりなんかな。でも攻撃は3回してくるとかそういう感じかな。ハニカムでちょっとタンク防御アップ。攻撃どのぐらい入るか。うわー、1か。これまたしんどいな。1、気合の一撃直撃。おー、ナイスだ、かわした。ハニカム。基本的にボスは硬いよね。サーベ8。うーん、まあこっちの方がダメージは入る。ただ会心の一撃出る可能性あるからな、アムロは。オッケーオッケー。キャノン、やっぱキャノンだな。キャノンを生かすしかない。大丈夫か。大丈夫。攻撃自体はそんな大したもんじゃないから。ムービガン、そう、やっぱ1しか効かんよな。なんかね、あの攻撃力アップ系のアイテムとか魔法とかあればすげえ楽なんだけど、どうかな。サーベで頑張るか。大丈夫。バズとかも来ないし、まあまず負けないんじゃない、この感じだと。そんな、オッケー。
400の経験値。いいですよ。まあ、参った。もう悪さしねえから許してくれ。力の盾は俺たちの家だ。あんたのまぬけな仲間もいるぜ。まぬけな仲間？誰？ジムスナイパーかな？ありがとうございます。なんと言ってお礼をしたらいいのか。とにかく私の村に来てぜひ父と会ってください。で、私は先に帰って父に報告します。いい。これもかなり期待できますよ、これ。村長さんですよ。一つのね、村の村長さんがお礼してくれるっつうんだから、ねえ、何くれるかな、これな。すごい楽しみだね。車1台とかね、もらえねえかな。現金300万とかね。あー、痛い痛い。あー、捕まってるわ。はい。面目ない。奴を捕まえようとしたんだが、逆にこの有様だ。力の盾は部屋の右隅だ。右隅か。ここ？ここがね。オッケー。力の盾。これ何？そんな重要アイテム、あ、いない。重要アイテムなんかな？え、装備とかってできるの？あれ？誰持ってる？力の盾。あれ？え、誰持ってる？持ってなくない？それとも、違うのかな？あ、持ってないな。装備品とか通常アイテムとはまたちょっと違うのかね。ああ、持ってるわ、持ってるわ。力の盾渡す。あ、ガンダムしか装備できない。なるほど、なるほど。完全に見落としてたわ。力の盾。いやー、つえー、力の盾つえー。これ、アイテムとして使ってもなんか効果あるかね。ベホイミ的なさ。あるかな、どうかな。これで村人のセリフってなんか変わったりしてんのかね。俺は本当は真面目なんだ。はい。あざっす。このね、手のひら返しってのはね、凄まじいね。はい。オッケー。じゃあ、戻りますよ。いいのかな、戻って。あ、そうだ。ちょっとアイテムとしても使ってみるか。力の盾。そんなに、なんだろう、強いのかな。どうなんでしょうね。OK。ピュアラ。ピュアラ。ピュアの上位互換かな。どうかな。コバー。お、逃げた逃げた。コバー。それ以上素早さを上げてどうする。ちょっと待って、一回使ってみようか。力の盾。使う。なんか効果あるかな。攻撃力アップとかあったら嬉しいけど。あー、倒しちゃうか。倒しちゃったな。攻撃力アップだったらすげえ嬉しいんだけど、ボス戦なんかで役に立つよね、絶対。力の盾。どうだろう。またね、アムロ君の攻撃が、本当に何も起きない。何も起きないんかい。じゃあもう本当、ただの装備品だね、これね。そういうことね。くそ、当たんねえな、おい。結構な確率でかわされるね。OK。さあ、着いた。そして、村長さん、村長さん。村長さんの家はこっちだね。さあ、楽しみだね、お礼がね。何くれるかな。盗賊の親玉も倒した。ありがたい。これでこの村も平和になります。ありがとう。おや、その盾は、ほう、これが伝説の力の盾ですか。伝説の力の盾。もうロトシリーズみたいなのがもう手に入ったのかな。ロトの盾みたいな。どうなんかな。貴重なものを見せていただいたお礼に、我が家に伝わる家宝の塩を差し上げましょう。いらねえ。いらねえ。まあでもなんか使えんのかな、塩。どうなんだろう。塩で清めて、なんだろう、マンホールみたいなとこ行くのかな。先ほどは危ないところありがとうございました。旅のご無事を祈っております。オッケー。そういうことなんかな？塩。ちょっと待って。ね。とりあえず売るか。塩があれば、もしかして、いけるということなのかもしれないよね。ちょっと。
一回カード出すやります。どうしようかな。売る。ガンダム。木の盾。42ゴールド。おー、まあ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 、そこそこお金にはなったけどね。誰持ってんだ、塩。下方の塩。これ、どうなんだろうね。お金は？お金1453。200円ぐらいつぎ込んでもいいかな。ちょっと10連ガチャやるか。あ、1回目。おー、なに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 これ。三種の神器の一つ。何でも真っ二つと言われる最強の剣。へー、すごいじゃん。プラス20。なかなかのレアカードなんじゃない？そうでもない？はい、2回目。ジオン族の内情の中ではかなり強いぞ。隙を見せ。これ持ってなかったっけ？どうでしたっけか。これも持ってるな。見たことある。3回。で、これ4回目かな。あらら、来た。これも持ってたような気がするね。さあ、5回目。まあまあ、雑魚キャラだよね。6回目。OK。まあ、この辺からもだいぶね、被ってくると思うけど。7回目。え、7回目だっけ？あ、わかんなくなっちゃった。いや、7回目にしとこう。8。アムロ来たー。いいねー。はい、9。これはジオン族のファイター。かなりの腕っぷし。でもちょっと気が弱い。はい、これラスト。はい。あ、お姫様来た。はい。傷ついた王に代わりラクロアを指揮する。気合を入れてくれるぞ。オッケー、もうやらない。さあ、カード、かなり、あれだよね。かぶりが多くなってきたんじゃない？そうでもないか。いや、あれもかぶってるよね、この辺ね。まあ、まあまあまあ、いいんですけど。この4とか7とかっていうのは多分カード番号みたいな感じなんかな。だと思うんですけどね。じゃあまだまだ、ごめんなさい、ちょっともう一回、もう一回いいかな。80何枚って言ったよね、全部で。83枚って言ってたっけ？ちょっとわからなくなっちゃったけど。はい、わかりました。でも、この時点でもうね、被ってくるっていうのは、ちょっと、今後どうなるのかなーっていう不安もありますね。はい、OK。じゃあ、ちょっと、早いけど、いいか、ここで一回区切りましょう。はい。区切りいいとこなんで。じゃあ次回はあのマンホールのね、ダンジョンかな。いけるかな。多分下方の塩でいける的な感じだと思う。多分ね。はい。というわけで、次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。